おはようございます。 S16 フィルムズです。今日私は谷川岳、今インフォメーションセンターにいます。これから谷川岳を登っていくんですけども、日本三大急登の一つ西黒尾根を登って、谷川岳、トマの耳と沖の耳かなに登っていきたいと思います。日本三大急登、この間つば九郎岳で北アルプスの三大急登の一つを登ったんですけど、次は日本三大急登ということで、ちゃんと登れるかちょっと緊張してます。大丈夫かな。で、今ちょっとね、天気がこんな感じでガスってるんですけど、天気予報は晴れの予報になってて、多分これから晴れてくると思います。今インフォメーションセンターから5分ぐらい歩いてきたんですけど、ロープウェイの乗り場が見えてきました。もともとロープウェイの駐車場もあって、そこが1日500円とかだったかな、乗れるんですけど、秋か、この今の紅葉シーズンは、多分結構人がいっぱい来ちゃうのかな。だから夜間は閉めてるんですよね。なんでインフォメーションセンターから登り始めました。なんて書いてあるかな、これです。10月1日から11月7日までは夜は閉めますと。はい、なんで今回、インフォメーションセンターから歩いてきてます。夏だったら特に問題なくここに止められるけど、500円かかるからな。5、6分歩くので500円を安いと取るか高いと取るかですけどね。ちなみになんですけど、ロープウェイはこの時期は平日だと8時からですね。で、休日、土日祝日は、7時からやってるんで、車の駐車場もおそらくそれぐらいの時間に開くんだと思います。ちょっと前ぐらいに開くのかな、30分前とか。こんな感じで、あ、だんだん晴れてきましたね。ロープウェイがあそこか、そこがロープウェイの天神平の駅かな。はい、ここからは車が通行止めになります。で、熊が出るのかな、熊鈴使ってくださいって書いてます。これはちょっと行くと西黒尾根の登山口に入っていきます。今はロープウェイのちょっと先ですね。で、ここから西黒尾根を通って、トマの耳、沖の耳で、帰りは天神尾根を通ってロープウェイで帰るか、あれ、この辺に道があったの、この辺に道があるんで、これかな、川沿い、こっちかも、で帰ってこようと思ってます。よいしょ、西黒尾根、さあ登っていきます。いきなり結構急だな。と、予報だといつだっけ、9時ぐらいから晴れる予報だったんですけど、もうだいぶ日が出てきて、ちょっと予報はいい方向に外れてますね。よいしょ、1個目の鉄塔です。はあ、いい景色だ。ただね、もう暑くて上着は脱ぎました。暑いな。
このぬかるみがね、あの岩場に行った時にどうなってるかですね。岩場が濡れてると結構怖いですよね。ちょっと気をつけていきます。今だいたい 1000m 超えたぐらいですけど、ちょっとずつ紅葉してる木が見えてきましたね。なんとか上とか、いやしんどい。今だいたい1100m、標高 1100m を超えたぐらいです。あと谷川岳山頂まで3時間って書いてあるんですけど、ちょっとね山頂が見えてきたんですよ。結構ね切り立った岩になってますね。よいしょ、見えるかな。あ、ほらちょっとだけ見える。あそこがロープウェイの駅かな。で、日が当たるところはだいぶ紅葉進んでますね。黄色くなって、黄色く赤く、これ日もあってなかなか幻想的。結構ね1200m ぐらいまで登ってきました。結構ねきつい。あ、逆か、きついっちゃきついけど、ところどころで緩くなったりとかするんで、まあ、そんなに危ない。そうか、言ってこけそうになったけど、そんなにね、まあ、ずっと急ってことはないんで、まあゆっくりゆっくり登れば大丈夫かなと思います。下りがね厳しいらしいんですよね。下りは確かに厳しい。よっ、よいしょ、よいしょ。はあ、風が気持ちいい。いや、今日は最高の天気ですね。上に雲一つないし、やった。うわ、すごい。うわ、すげえ。よいしょ、見えますか。だんだんこっちから森林限界に近づいてきたのかな。多分そろそろ森林限界ですね。よし、じゃあお先に失礼します。急ぎます。よっ、おお、すごい、すごい。うわ、すごい。
いやー、これは最高の景色。あ、多分あれが山頂かな。この濡れた谷といい、鎖が、おお、なかなかの急斜面で、すごいな、これ。よいしょ。お、どうしよう。1477、すごいなこれ。なんかこのツルツル、これはもう完全に鎖だみたいな。よいしょ、うん、高度感はないけど手っ張りは全然ないな。結構大変な。よいしょ。滑る。マジで滑る。よいしょ。よいしょ。あっちか。そっちから回る。よいしょ、鎖のオンパレ。さっき前を行ってた方に聞いたんですけど、ここの鎖も昨日土曜日は20分待ちだったと。紅葉シーズンで休みの日だともうすごい混みますよね。土日じゃ来れない。もう今は登山人気だから。ラクダの背、ラクダの背に着きました。お、ここのことかな。すごいな。こう登ってくんだ。人がいる。いやーすごい絶景絶景。こうですね。
か、語彙力がないから最高という言葉しか出てこないんだけど、いや本当に最高。やっぱね、普段は晴れの日に限りますね。お、こっちはちょっと急な崖が、こっちの方があれか、逆光じゃないし、よいしょ、ちゃんと見て歩かないと、こけそうだ、よいしょ、下の背も重複ぐらいまで来たかな、結構、うん、よいしょ、うん、もうなんか崖登りの様子ですね、うん、結構大変だこれ。よいしょ、確かにこれは滑落の危険もあるかも。よいしょ、はい、鎖、そっちから道間違えた、道が違ったね、危ない。よいしょ、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 1750m まで来たんですけど、このなんだ黒い岩、すっごい滑る、ちょっとこれは気をつけて、よいしょ、うわ見た、すごいですよ、怖い、濡れてないだけいいけど、これで濡れてたらおしまい、よいしょ、はあ、よいしょ、おっと滑る滑る、でそっちへ行って鎖ですね、よいしょ、結構ね足にダメージがあるんだよ、よいしょ、でこっから鎖、よいしょ、怖いね濡れてて、よいしょ、お、ぬるぬるだ、よいしょ、よいしょ、特に高度感はないけど、こんなに長い鎖は初めてか、よいしょ、よいしょ、
背筋が痛い。よいしょ。あ、よいしょ。さて、長かった岩場も終わったっぽくって、こんな感じの満たれた岩が並んでいます。並んでいます。ざれた岩の道に来ました。多分ね、もう少しでどっちだ、トマだか沖だか山頂に、一つ目の山頂に着くと思います。いや、ようやく山頂の二つの耳が見えてきました。あ、もう少し頑張ろう。少しで山頂だと思うんですけど、すごいこの空見てください。空がすごい。雲一つない。よいしょ。逆光で申し訳ない。よいしょ。よいしょ。すごいなんか看板があるな。よいしょ。谷川岳トマの耳と登頂しました。ちょっと、先に沖の耳まで行って、それからまた戻ってくるかなと思います。はい、じゃあトマの耳、次なんだっけ、トマの耳だっけ、あそこに向かいます。で、なんか神社もあるみたいな、そこも行ってみようかなと危ない思います。よいしょ。この登り返しきついな。いや、すごいな、これすごい絶景。さあ、よいしょ、沖の耳着きました。こっちの方が高いんだ。1977m。 よいしょ、やった、よいしょ、よいしょ、沖の耳 1977m 着きました。いや、すごいな。これなかなか迫力が。さて、次は神社に向かいます。おっと、水たまりだ。あっちか、あっちですね。よいしょ。富士浅間神社奥の院か。
1977m。それから下山します。なんだっけ、天神を経由。帰りは天神をね経由で下山していきます。危ない。1963m 着きました。天神尾根を下って下山します。こっちかな、そこはなんだっけ、避難小屋、肩の小屋か。この稜線とかもすごい超綺麗。そろそろ肩の小屋、まあ肩の小屋って山頂からすぐなんですけど、肩の小屋で休憩はいいかな。天神尾根はずっと階段か。これはこれきついな。こっちの方が嫌かもしれない。人が登ってきてますね。ただ、なんて言うんだろうな、これが天狗のたまり場かな、たまり場、天狗のなんとかたまり場か、たまり場か。よいしょ、天神平、きついな。天神平じゃない、天神尾根か。これ登るのはちょっと私は嫌です。あ、これだ、天狗の泊まり場。よいしょ、からオープンウェイっていう看板が見えてから、ぬかるみがすごい。はい、木道になってきました。多分これでこんな感じで整備されてロープウェイまで行くんだと思います。天神尾根はね、
ですね。西九郎根より登りやすいってなんかで見たけど、まあ危険なところはないんだろうけど、あれですね、山頂、山頂にだらーっと登って変化があんまりないのでしんどいかもしれない。西九郎根の方がジュリン帯があって岩があってって感じで変化があります。もしね、私がまた谷川岳に登るときに天神平と西九郎根選んでいいよって言われたら、多分西九郎根を選ぶと思います。はい、今天神尾根をロープウェイ乗り場に向かって降りてますけど、天神尾根と、西九郎、西九郎根が登ってきたところで、西九郎根は日本三大急登とか言われて、まあ確かにきついんですけど、天神尾根もねちょっときついです。きついっていうのは、天神尾根はねもう山頂ですね。ずっと登り、ずっと階段ぐらいかな、そんぐらいですね。で、西九郎根は樹林帯で、まあ登り、あ、天神尾根は登りは岩場の登りで、西九郎根は樹林帯で、まあ急登はあるんですけど、緩くなったりきつくなったりする、こうなんいろいろなレパートリーがあって、でさらに岩場はねちょっと長えなと思ったけど、あんなに長い岩場のところは今まで登ったことないですよ。岩場で、でそれからは、あ、リフトも動いてんだ、そこまでか。さあようやくロープウェイに着きました。あー疲れた。少しだ。谷川岳登山の様子いかがだったでしょうか。西九郎尾根から登って、天神尾根を下って、ロープウェイで帰ってくるようなコースになってます。まあね、帰り西九郎尾根下るのすごい危ないんで、ロープウェイで下るのが一番安全かなと思いますけども、まあいろんなコースが取れるんで、行き天神尾根でもいいですし、体力に自信ある人は西九郎尾根を往復してもいいしって感じですね。今日はね結構大変ではありましたけど、最高の天気で最高の景色見られて、非常に良かったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。